そう、UMP を勝るのか、これは。どうだか レート高いから近距離はUMP より強いかも。へえ。あ、これ、そのね、エレベーターからスタートするって場面っすよ。殺せロシア人。ぽ いよね。すごい白黒だ。なんかこの辺さ、旧作モダンオフェアもなんか白黒スタートじゃなかった？カウントダウンの時。だったっけ？それをリスペクトしてんのかなって思った。ああ。知らんけど。知らんけど。これさ、ビーポ絶妙に立ち入りにくい。あ、ちょっと 二度と腰ダメしない。危な。今ので負けてたら大パンモンだわ。ビーポ星来て。待って、ビーポさ、ゴミすぎんか、これ。取れるわけねえやん。いや、今がチャンス。え、やべ。一回取ってしまえばいい。おぉ、そう、それでいい。ナイス。味方がナイスすぎた。一瞬このサブレネッティ使ったけど、どう？強えかも。強いよね。強え。あ、やばいやばいやばい。あ、やばくない。あ、強えかもしれない。強あ、やばいかもしれない。あ、やばくない。なんすか。え、なんでチャーリー取られてんの。リスポン反転してる。あ、固まった。ああ、あー、ちょっと。確かにレートは鬼だね。そう。角間が欲しくなっちゃう。それ絶対角こん間がばんいる。は、またいっぱいこんコばんメントは。しに来ました。こんばんは。あ、あれ、ちょっマヌと。ケ。エリア取らないといかんくない？あれ、書いて叩いちゃおうっと。あれ、なんか後ろから湧いてね。消せない。ちょ、これ弾切れ早いな。強いんだけど。そう。まあ、あくまでサブウェポンのいいよ、こ立ちの。位置だからしゃあなし。三発キルされやたわ。ばい。リロードしてるとこだよ。やば、これ近距離レートはもう鬼だね。本当に強いみたいなんよ。 まだ使ってないんだけど、なんかプラスチックの塊みたい。それなんか 3D プリンター銃らしい。あ、そうなんだ。このなんか変な違和感、そうそうそう、デザインの。言われてみれば確かにすっぽい。そう、3D プリンター。ハイライズ派オブジェクトでも前線をしててキリスで暴れるの、気持ちよすぎだろ。それはそう。だ、ちょっと理不尽なリスポーンがあるところが気になるけど。まあ。チャーリーいただき。え、取れちゃうんじゃね、これ。あ、ダメだった。ああ、SAE 微妙。ああ、クソエイム。わわわわ。サーリーキット派サンディープリンターで作ったってことかな。一応モチーフハールらしいし、民生用じゃいくらでもありそう。これからはもう 3D プリンターでガンプリーツァーして3D プリンター 逮捕されていくスタイルか。逮捕されていく。
なんかあったよね、3D プリンターでガンプリンターして逮捕されたっていう、実は。なんか、あるよね。聞いたことある。ダメだよ、3D プリンターでそんなことしたら。持ってないから大丈夫。3D プリンターって結構高いと思うんだけど。ねえ。あれ普通に安くても5万ぐらいした気がする。え ?5 万?安くて5万で買えるの、うん、で精度は悪かった気がするよ。じゃあやだ。探せばいっぱいありそう。あ、くそ。敵はブラボーにいる。許さない。結構逆転されちゃう、ね、あ、やばい。あ、ちょ。ビートルぞ。俺遮蔽なしで取らなきゃいけないの辛いよ。俺が遮蔽。オッケーよく取れたね今の。絶対無理だと思ったもん。取られたものはね、早々に取り返すべきなのよ。間違いない。そりゃあね、レンディ強くね。強いよね。いや別を。危ない危ない。まあ、UMP もそれは元から強いからね。これ最強かける最強だね。最強かける最強。えらいことになってしまった。えっ、もうびっくりした。放置おるやん。え半沢直樹系ドミネーションプレイじゃん。俺の ACS はオリコさんだからね、エリアを勝手に取ってくれるんだ。 ACS マジでズルだよ。は前戦術だから俺にも使わせろ。何が前タクティクス。まあ自分でちゃんと取れ、エリア。あ、やばい、B 取られる。やべ、2人に取れた。ちょっと衛星言うと。あ、取られてる。うん、取られちゃった。じゃあ A 取ろう。あ、全部取られてる。どういうこと？わあ、ちょっと感度高すぎてたまに制御できてないんだよ。べ。B いけるか？チャンス。ゲット。わお。UAV だよ。あ、ちょっと。しかも ACS モジュールの何がいいかってさ、係争中になってくれるから敵がプレイヤーいると勘違いするんだよね。うん、強すぎなんだって。勘違い系ガジェットとしても優秀。勘違い系ガジェット。勝っちゃった。あ、あなたか。おい、やべ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 。あー強すぎ。目の前にあの飛ばす爆弾投げてキルしたわ。あー、ぴょんぴょんマン重すぎん？私ですか？いや、敵もめちゃくちゃぴょんぴょんしシーリスになったわ。え、じゃあ多分 A ボ取られる。なんかね、下、あ、いたいたいた。危な。下突っ走ってる敵が割といるんよ。おっと、あ、やべ、このリスポンひどすぎ。あー、シーポ2人おる。わーっぷね。こんなリスポーンで大丈夫か、ほんと。絶対絶対浮かれてきた。でもアクスモジュール、肩弱すぎて全然飛ばない。さっき出したアクスも多分ポイント取れてない。
そうだね。俺、投擲下手くそ選手権ではね、上位層に常にいたから。あもう丁寧に投げてるし。こんぐらいかな。いけ。じゃあもうちょっとトゲザーするわ。そう、ACS とトゲザーすればいいだけなんだよな。そういうこと。もう、Always with you するわ。やべやべやべ。ああ、SAE が不発。ラスト俺か？でもおい、スコアやばくね？ ACS パワー。いや、何を言うか、俺だってちゃんとエリア入ってんだよ。絶対その、おかしいじゃん。は？いやいやいや。ACS 一回外せよ、おい。いやいや、外さん。外さない。アクス派ポイント取れてるとき、上のポイント表示でアクスのマークが出るから。うん、出る。ああ、確かにね。それで見落とさないようにしないと、ね。ラストチーですか。チーです。妹ったもん勝ちやん。ちょ、レネッティ24マガだと、弾切れに頭抱えそう。こいつリロード遅いし。50。ちょ、アリエンティーな立ち回りしないといけない。なんかブレがやばいって。ブレがやばい。うわ、マジかよ。おい、イモイモしてるスナイパーがいるぞ。倒せ。あんな動きするやつはアリエンティだぞ。ちょ、弾切れしたら UMP を使わざるを得ない。マジ強すぎる。あー強すぎ。UMP は弾切れ用だな。まだ生きてる。あ、これ24発マガジンでこんだけリロードが遅いってことは、これ50発にしたらえらいことになっちゃうかも。なると思う。あー、やばいかも。あー、くそ。ちょ、サイトがない分この武器で遠距離は無理だ。あ、これいけるって。あ、くっそ。ちょ、仲間 SAE 出しすぎじゃね？うん。あー、やばいって。あ、つえ。本当にサブ武器ですか、これ。距離を詰めないとな。あー、やばすぎ。あっぶね。しゃーなし、これは。あ、終わった。早終わんの。ちょ、UMP が、UMP が完全に弾切れ要因と化してる。
全然キルできんかった。何しとん